具は焼く前に肉だねを叩いて空気を抜いてください。坂本シェフと同じ判断で分かってる。これは夢よ。オードブルの下ごしらえ進んでます。あ、いけない。よし、おいしいサラダ作っちゃうぞ。レタス洗ってきます。まったくダメですよ、こんなところでかくれんぼは。次はオードブルにしますから。適当に二人一組になってお互いの顔を描きましょう。はじめ。坂本くん、描こう。承知しました。坂本くんがこんなにアイナを見つめて、坂本くんの瞳にはアイナがどんな美少女に映っているっていうの？書けました。あ、見せて見せて。オランウータン。嘘、坂本くんにとってアイナは強靭なオランウータン。見せて見せて。かわいい。坂本くん、こんな絵描くんだ。よかったじゃん、アイナ。どうせアイナは推定握力300キロのオランウータンですよ。何言ってんのよ、ほら。アイナ、エンジェル。なんだ、やっぱり坂本くんはアイナのこと。ねえ、次私描いて。表裏一体の顔となりますが、よろしいですか？ただいま、理科準備室で火災が発生しました。先生の指示に従い、速やかに校庭へ避難してください。しゃあ、全員そのたくらしから座ってけ。イフミヨイキノナナヨナ。お？あれ、あっちゃいなくね？お、あ、ほんとだ。もしかしてトイレ行ってんじゃね？勘弁してよ、早く座りて。え、坂本くん？今回はガチでヤバかったぜ。やっぱ気張るなら人気のない理科室前トイレがベスポジだよな。あ、外がうるせえ。え、だよ俺、なんでみんな外に出てんだ。今授業中のはずだろ。一体何がどうなってやがる。そういやさっきベルが鳴っていたような。あって坂本せ、あ、うおお、殴れて。まさか校舎内に高価格スモッグが。説明しているいとまはありません。脱出しましょう。おい、あれなんだ。子猫か。いや、あっちゃんだ。どうしたあっちゃん。わかんねえ、何もわかんねえ。それより坂本が、坂本がまだ校内に。マジかよ。嘘、やっべえじゃん。あ、坂本。おい、ちょっと、やだ、待って。危機、火事場の無重力。ドキドキさせんなよ。
おい坂本、何考えとんねん。ビビが背負ってきからに。その緊張感があってこその避難訓練です。